楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズ、この試合の模様をお送りいたします。イーグルスの先発は右の菅原、対するバファローズの先発は左の田島、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。右の菅原マウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは大城。背番号9。投球は3球目、投げた、打ちました、抜けた、大城ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。背番号00。第3球を投げた、あーっとショーフライになった、バッターアウト。左バッターボックスは3番吉田。吉田正尚背番号34。投球はこれから3球目、ボール低め。第4球を投げた、外外れてボール、内側いっぱい、見逃し三振。レフトジョーンズ背番号10。第3球を投げました、見送ってストライク。追い込んでから投げました、打った、ファールボール。第5球投げました、インハイ際どい球、ボール。さあ6球目、打ちました、ファール。投げました、打ちました、ピッチャーに多く球数を投げさせています。投げました、インロー、空振り三振、三振に切って取りました。イーグルスまずはゼロに抑えました。2回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは T 岡田。第3球を投げた、縦のスライダー、空振り三振、菅原ナイスピッチング。バッターは指名打者ロドリゲス。背番号42。初球ストライクから打ちました、引っ掛けた、ファールボール。第3球は打った、センター前ヒット、ロドリゲスいいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。投げた、三振、最後は147キロストレート。さあ次の投球、決まった、ストライク。投球は3球目、投げた、打ちました、いい当たり、センター前クリーンヒット、ボールは中継。太田ナイスバッティングです。イーグルス先制のピンチを迎えます。背番号3。第5球投げた、危ない球。第6球をランナー一斉にスタートします、三振。菅原ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。2回の表が終わって0対0です。バファローズこの回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは大城、投げた、危ない球。第4球を投げました、ボール、アウトコース低め、投げました、直球外れた、フォアボール。いきなりフォアボールを与えてしまいました。第3球を投げました、打ちました、レフト前ヒット、ボールは中継、西浦いいバッティングを見せました。イーグルス先制のピンチを迎えます。決まってストライク、まずは決めてきました、投げました、低め決まってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ、投げました、ボール。第4球を投げた、ボール。次は5球目、打った、サード右へのライナー、これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。投げた、ストレート見送ってストライク。第2球投げた、打ちました、センター前進ヒット、バックホーム間に合うかどうか、二塁ランナーホームイン、バファローズ1点先制、1対0。さあワンアウトランナー一塁二塁という場面で T 岡田、今日の第1打席はスイングアウト。第2球ストレートはボール。第3球を投げた、危ない球、投げた、ストライク、1球見送りました、投げました、まっすぐ見送ってストライク。投球はこれから6球目、打ちました、センターへの浅いフライになった、掴みました、ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。
今日は安打を放っています。バッターのロドリゲス投げました。1球目ストレート空振り、145キロストレート。2球目ストレーク。第3球を投げました。変化球空振り三振。ロドリゲス全くタイミングが合いません。3回の表が終わって1対0、イーグルス先制点を奪われています。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは若月。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。3球目空振り、追い込んでいます。第4球はアウトコース低めいっぱい、見逃し三振。第4球を投げました。打ったいい当たりだ。センターバックヒット、センターからセカンドへ。太田ツーベースヒット、イーグルスピンチを迎えます。右バッターボックスは9番足立。ひときわ大きな声援が聞こえます。投げました、危ない球。投球はこれから6球目。打った、センターへの打球ヒットになります。センターバックホーム、足立ナイスバッティングです。イーグルスなおもピンチが続きます。第1球投げた、見送ってストライク。第2球、2球目ストライク。投球は3球目投げた、アウトロー外れてボール。次は4球目投げた、縦のスライダー見逃し三振。イーグルス悔しい敗戦です。ご覧のようにオリックスバファローズの勝利でございます。勝利投手田島、敗戦投手菅原でございます。さて今日のヒーローは勝利投手の田島、本当に今日は大活躍でした。